というわけでね、やっていきましょうか。まあレターを倒しましたと。で、まあそれですごいいろんな情報を自分は持って帰ってきてるわけですね。なのでまあいろいろ語れるところはあるなというところがあるので、ちょっと聞いてみてほしいなと思います。資料中のモンスターの視認性は良かったですかと。ですね、視認性自体は良くなってると思います。レダグの動画の時にめっちゃ広いねって言ってる人がいたんですよ。で、どれぐらい広いかっていうと、これ遠いがあったんですけど、遠いよりもハンターの大きさが3分の2ぐらいになるんですよ。で、そのおかげでかなり視認性自体は良くなってると思います。ただ人が見るとちっちゃみたいになる可能性は普通にあるかな。で、それによって俺ね、酔わなくなったの。モニターがあって30センチぐらいの机があって自分みたいな感じなんですよ。で、それをこう見てたら俺って大体酔うと思うんだけど、そのカメラ距離がめちゃめちゃ遠かったことによって酔わなかったんよ。だからカメラ距離を酔う人は遠くにしたら結構いい感じかもと思いました。カメラ距離はそう、ライズみたいに細かく調整できる10段階でいけます。なんか映像見直してるんですけど、セクレトで移動してる時と、あの土砂熊の戦闘をしてるその抜刀した時のカメラ違う。全然めっちゃ小さくなるわ、その時だけ。だから臨場感が出るために移動の時はカメラ自体がこうちょっと近いかもしれない。セクレトもね、結構面白くて、上ボタンで自動セクレトになるんですよ。で、下ボタンで手動セクレットになるんですよ。オートマセクレットとマニュアルセクレットがあるんですよ。で、右ボタンで武器入れ替え、左は何だったか覚えてないんだよな。支給品ポーチだ。それ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 。十字ボタンはもうあくまでセクレットのためのもんみたいな感じ。で、オプションでここら辺の話全部変えれて、ワールドみたいに十字キーをアイテムにするかとか、そういうの全部決められるんで、だから十字でアイテム選択するやつもいるだろうしっていうのもあると思う。そう、なんかセクレトの動きがすごい慣れるまでめちゃめちゃ必要という話をしたいんですよ。セクレトもガルクも一緒なんですけど、やってること自体はガルクってハンターが乗ってるガルクを動かしてるんですよ。これだから、これ俺たちはガルクに憑依してプレイヤーはガルクを動かしてるわけじゃないですか。こうやってセクレトってセクレトに乗ってるハンターを動かしてるんですよ。セクレト君を動かすには、止めるにはハンターがセクレットに指示をしないといけないんですね。で、このタイミングが 0.5 秒とか1秒くらい必要で、タイムラグが出るというか、ちょっと早めに指示を出さないと動いてくんないんですよ、その位置で来たって。で、馬をハイヤーってやるみたいな感じの動きをするんですけど、それ自体はすごいリアルなんですが、さっきも言ったように止まるのと動くのにちょっとタイムラグがある。これは各指示ごとにそうなるんですね。なので、やべえ、ここで止まんなきゃみたいな時は結構きついかもしれない。あ、そうそうそう。で、R1、R2 で速度を変えるんよね。そうそう、そうなんですよ。なんか調節がすごく難しいんですよね。どこまでが直感的に動けるかわかんないね。そう、オートとマニュアルでまた違いがあるっぽいんで、ちょっとそこもなんか確かめてみないといけないんですけど、オート操作は、まあ、それこそ本当にモンスターライドなんですよ。ワールドのモンスターライドそのまんまって感じ。ピン刺したらそこに行ってくれるみたいな。で、そうじゃなかったら、クエストターゲットのとこまで勝手に行ってくれるんよ。が、オート操作かな。そう、結構ね、セクレト君の、なんか操作が難しいなというふうに感じましたという話。戦闘面の地形に関してどうでしたか？そんなに悪くはなかった。ただ、これって笛だからの可能性がすっげー高くて、笛ってさ、そんなに段差とかでわちゃわちゃすることないのよ。例えばだけど、こういうところとかも R ボタンを押したら滑るとかないじゃないですか。これこうやってやってても、まあまあこうなるぐらい、強いて言うんであれば、そんなにこう滑ることとかないんですよ。だから問題はなさそうかなと思った、笛に関してはね。ただこれね、ガンランスの時に少し怪しみを感じた。そう、抜刀切り上げの滑り誤爆です。これ残ってたんよ。ブレーキをとっさにかけたから大丈夫だったけど。なので、ハンマーとかが R ボタンとか長押ししながら移動してた時に滑るみたいな状況は、まあ、坂だからあるじゃないですか。あれの誤爆は今作もあるかもしれない。カプコンジャーマリー Day5 の時のレダウの私有の時に、段差で落ちた子が何人かいるんよね、レダウの時に。で、その段差によって落ちる事件はまだまだ続投しそうだなという感じですね。
ただ乗るための段差っていうもんがマジで少ないから今作、まあ問題はないのかなみたいな。なんかねちょこちょこすごいんだけど、レダウンのところの豊穣期かなのとことか見てほしいんだけど、今回って草が炎で燃えるのよ、その生えてる草がね。で下にある果実とかが出てくるみたいな、果実というかまあ種みたいなのが出てくるっていう仕様があるんだけど、レダウグが雷まとってる時に雷の攻撃を当てると雷が熱持ってるから草が焼けるんよ。で草がなくなっちゃうんよね。へえすげえと思って、俺動画を見直して気づいたんよね。だしそろそろいろんな動画でも出てると思いますけど、今回モンスターの攻撃によって地面へこむんよね、砂とか。でそのへこんでるところにモンスターが倒れたら演出じゃなくて本当にへこんでるから、へこんでるなりに動くのよあいつら。あすげえなと思って、もうほんといろんなところ掘ってるっすねこのゲーム。至るところが物理演算だらけで、それスペックも重くなるようになって納得しました。いやすごいっすよあれ、なんか本当に細かいところまで全部かかってるから。今日見ててほえーってなったのは、ご飯食べてるじゃないですか、あれのなんかエビの物理演算もすごく好きなんですけど、蜂蜜がすごいリアルで、へーと思ったっすねあれ。あこんな綺麗になってるんやと思って、みたいなのとかがもう一つ一つ凝ってるんですよ。でこれをそのモンスター分やるんだからとんでもないなと思って、小型モンスターも多分30から50体ぐらいいるんじゃない最終的に。なんかその点あるじゃないですかマップ見た時の、あの点バカみたいにあるんですよマップで見たら、何これっていうぐらい、マジで30とか50とかいるんじゃない下手すりゃ。ずっと気になってたんですけど、 HP の波線は何ですかね。あの波線はまあそもそもあれだからバイオかなんかの UI らしいですねこれ、もともとね攻撃するときにバリバリバリってこうなんか心臓の波形みたいになるんですけど、あれもうあと1回で落ちるっていうときになるらしいですね。これは一応言及が昔あって、徳田さんが実機ブレの時にポロッと言ってたらしいんですよね。だからこの攻撃を食らうと即死するっていう時にすごいこの危ないブブブブブブっていうのが出るらしい。そうライズの何かしてくるに近いシステムだと思う。ただ何かしてくるってさめちゃめちゃ言ってたじゃん。仕掛けてくるぞ。そうなんか何かしてくるかどれかわからなくなるぐらいめっちゃ言ってたじゃないですか。だから本当に何かしてくる時だけてか、まあ、絶対死ぬ時だけブルブルブルってするのは結構いいのかなと思ったっすね。ハンターの勘を再現してるっていうコメントを見て、あいいっすねそういうのいいですね。ワールドの体力は小さくて減ってるのに気づかないことがあったんで、黄色とかも色も動きで、ああそうかもね、そうかもしれないっすね。比較的に気づきやすくしたっていう、まあだからそこが一番そうね結局ね。いやまあでも期待だねこのゲーム、本当に期待、楽しみ。いやマジねいいゲームやったから早くやりたい。まだね多分その半年もあるからデバッグとかも全然できてないだろうしね、そこら辺どれぐらい、逆にこの先行体験版とどれぐらいこう変更点があるかとかもちょっと見てみたいですね。こういう感想ができるのもならではだしね体験版ね。あじゃあありがとうございました、おやすみなさい、お疲れ様です。